様です。こんにちは。こんにちは。ご主人おめでとうございます。 ありがとう。天ヶ瀬むゆちゃんが来たんだね。スラグダスガーデンくんと一緒にさ、はい、麻雀大会出たぶりだよね。そうですね。あの時は本当にありがとうございました。楽しかったです。いや、こちらこそ楽しかったな。私が言ってたこととさ、なんか似たようなこと言っててさ、はい、いや、ね、何のことかわかんないですけど、なんか相性良かったですよね。ねえ、なんか全部私の頭見透かしてるかのようにさ。いやいやいや、そんなこと、たまたまです。たまたまやっぱり相性が良かったから。気が合いすぎるんだ。そう、気が合いすぎちゃっただけで。そうだったのね。そうなんですよね。だって初めてだもんね、私の配信見るのもね。そうですよ。喋るのもね、初めて出ましたもんね。ね、うん、今度カレー作るコラボしようって。そうなんですよね。いつします？全然いつでも。そうだな。もし好きなカレーがあれば、それ練習していくし、うん、練習してきてくれるの？はい、ぜひ。そうだな。グリーンキーマカレーとか、グリーンカレーとか。グリーンカレーにしよっかな。グリーンカレーお好きなんですか？うん。辛いのは得意ですか？いや、辛いの好きじゃないから、辛くないグリーンカレーにしよう。辛くないグリーンカレーってなかなかないですもんね。そうなんだよね。うん。でも、ゆうちゃんならできると思ってるんで。あ、任せてください。うん。一緒に作りましょう。うん。もう私は見てるから。あー、何担当ですもんね。そうそうそう。あ、そうですよね。うん。そっか。じゃあ、お互いに同時に始めて、早く終わるようにしましょう。そうだね。うん。同時進行で。時短料理ってやつだね。そうですね。あ、そうだ。はい。じゃあ、一つ質問するね。はい。好きな電車の席。電車の席？うん。なんか端の3人席あるじゃないですか。うんうん。あれの壁側の本当に隅の隅が好きです。セナフダスガーデンくんと一緒だ。うわ、なんかやだな。こう、でもそこ競争率高いですよね、うん、端っこね。そうなんだよね、なかなか空いてないよね、うん、猫先輩どこが好きなんですか？私はね、席と席の間の、うん、ポコってなってるところ、うん、だな。あー、盛り上がってるとこっすか？そう、そこにお尻はめて座るのが好き。そこに座る人見たことないな。ないの？いや、やってみたら ね、いいなってなるよ。めちゃめちゃ空いてる電車だったらできそう。そうなんだよね、混んでると座れないんだけど。そうですよね、うん、だって一人で2個使ってるわけですもんね、席を。うん、まあ、でもみんながその隙間に座れば。確かに、うん、でも結果的に一人座れなくなりますけどね、それすると。あ、まあ、でも、ああ、それも、うん、もうソーシャルディスタンスだから。あー、確かに、その方が確かに幅は取れますもんね。うん、そうなんだよね。じゃあちょっと条例でそれにしてもらえますか？あ、そうだね。うん、ちょっと岸田さんに言いに行こうかな。実名が出ると思わなくてびっくりしちゃった今。ふふんださんに。ふふんださんとかね、ふふんこさんとかに。あ、そうだね。お願いしますかね。うん、お願いしてみよう。そうです ね、なかなかそこに座ろうと思えないですからね、やっぱ。そうだよね。うん、いや、やっぱり私天才だからさ。あ、やっぱり気づかないことに気づくんですね。じゃあ一番好きな先輩は誰ですか？はい、これ最後の一番好きな先輩、うん、選ばなきゃダメですか？うん、選べるでしょ、だって一択だもん。そうですね、うん、でもやっぱりその好きっていろんな好きがあるじゃないですか。うん、その最近やっぱ一番気になってて、こう仲良くしたいなっていう、こう好きになる前のなんか本当のこう大好きになる前の好きってあるじゃないですか。うんうん。なんかそれがふみのたまきさんって言うんですけど、ご存知ですか？え？え？ふふん。ふふん。え、私のこと？もしかしてそうやって。あ、バレちゃいました？ふふん。私のことが一番好きなの？そうですね、やっぱりそのコラボもするって約束したし、今後どんどん仲良くなれるのかなって思ってワクワクですね。そうだったんだ。
そうなんですよ。いつでもコラボしてあげようかな。本当ですか、うん、嬉しいです。ずっとナン食べたかったんですよ本当に。あと二郎系ラーメンも行きたいなって。あ、二郎系ラーメンね。うん、油にんにくマシマシ、そう、ね、野菜いっぱいのやつ、うん、今日も食べたことないんで。本当に、はい、仕方ないから一緒に行ってあげようかな。ありがとうございます、うん、嬉しい。じゃあちゃんとお金持ってきてね。あ、もちろんです、うん、はい、2人分持ってきます。はい、2人分やっぱできる後輩だね、うん、相手の気持ち教えてね、はい、あ、全然。ちょっと今月あの1周年があるんで、うん、その後でもいいですか。あ、1周年なんだ。そうなんです、実は明日で。え、明日で。そうなんですよ。おめでとう。ありがとうございます、うん、とそれまでバタバタしたの、うん、その後だったら全然お願いします。分かった。じゃあ一緒にお祝いのラーメン食べに行こう、はい、あ、そうです。5周年と1年でちょっと差がありますけど、ぜひ、ね、お祝いさせてください、うん、はい、ありがとうございます。はい、じゃあまたね。あ、またまた話してくれますか。いいとも。あ、ありがとうございます。何が言っても